おはようございます。くじょ、そこにいんの？最近ここにいるね。放送するとき。ん？ちょうど起きちゃうの。ずっと寝てたでしょ？さっきまで。けど。ん？くじょ。ワクチン副反応全然大丈夫ですね。全く問題ないです。もう。筋肉痛も治りました。熱もないし。まあ問題2回目だからな。1回目は大したことないっていうか。あ、花火だぜ。くのちゃんじゃぜ。誰だろう。ちょっと見えてないんですけど、今。あ、ありがとうございます。もうじゃご飯だね、そうそうね、ご飯。ご飯だね、区長。ん？ご飯だね、区長。ん？食べるの？ご飯。あ、ほら。これさ、最近真面目に配信頑張ってると思わない？あんなに休みたいって言ってたのにさ、9月さ、あ、10月さ、まだ1回しか休んでないよ。嬉しい？みんな、俺が放送やってくれて。なんか結構頑張ってない？俺。なんか知らんけど。しかも、君たちに朗報です。本当はね、今日この時間からやるつもりありませんでした。それはなぜかというと、ね。村間君はもうニコ生ニコに帰ったんでしょ。俺は帰るとこないから。なんと私、イベント参加しません。いろいろ考えた結果、イベント出ませんと。ね。今回のイベントは入賞して枠と背景しかもらえないですよ。いらなくない？そんなの。あ、やっとよっさんに込めてきてるし、あざす。あ、ひらがな方、ありやす、いつも。お久しぶりです。はい。だって、これをもし5位以内に入ったところでだよ。ね。あのさ、ふわっちのさ、一覧あんじゃん。そこになんか、枠がつくんだよ。なんか綺麗な。それと、あと、自分のプロフィール画面の背景に、なんか、スワッチ専用のやつがついて、オンがオフができるようになるだけって書いてあった。そんなのね、申し訳ないよ、俺は。いや、ちゃぶ台はいるよ。ちゃぶ台はインパクト強いじゃん、だって。使えるじゃん。ちゃぶ台は宝物だよ、俺にとって。だけど、この枠は、さすがにないわ。そう。だから、イベント参加しないから、イベント分のね、1日5万、ね、10万円分ぐらいみんなで協力して投げて。最終日20万とか稼げるから、最終日は20万円、40万円分投げて。
もうイベントに参加しないとさ、これがさ、散々なんだわ。みんな投げてくれないから、イベント参加しないと。それからイベント出ていいの俺。イベント。イベント出ていいですかそれとも。ダメですか、うん、この枠と背景取りに行っていいですか ?5 位以内で。うん、そうしたら投げてくれんの爆投げ。だって通常枠だとさ、アイテムは爆投げされないんだもん、いつも。いや、別に通常枠でね、アイテムが上がればいいよ。だけど最近も上がんないじゃん。どこも上がんないよ、通常枠じゃアイテムなんてもう。イベントやんないと、上がんないんだよ、アイテムがもう。俺もさ、この前ね、1日9000円だったもん、4時間やって。食材とかさ、延長チケット代とか考えたらさ、ね、4時間9000円だから、時給1500円ぐらいしかなんなかったよ。だから本当にイベントやんないとみんな、ね、今ね、俺にアイテム投げてくる人います？ここに。イベントじゃないとなんか投げる気しないでしょ。そのね、アイテム投げてくれる方も。ね。だからもう、ね、こういうゴミイベントでも参加した方がいいのかな、逆に。うん。あ、柴田さんありがとうございます。今日は鰹節ですか？今日はナイス500でやりますね。ナイスでお願いします。うん。いや、1500円あって、そっから税金だからね。1500円のうち、500円は税金で取られるから、時給4000円ぐらいだよ。ね、時給1000円ぐらいだよ。ね、1000円ってさ、もうそこら辺でアルバイトしたらいいじゃん、1000円だったらもう。そう、だからね、どうしようか迷ったんですけど、まあ一応見送りたいかなと思って、今回、イベント。いや、ナイスは頑張らないよ、別にもう。ナイスなんて1位取んないとね、旨味がないからね。1位か2位取んないと。3位じゃ旨味全くないからね。正直。そうだ、本当にね、皆さんね、もうイベント参加しなかったらね、俺が。もう通常枠では花火をバンバン投げてほしい。イベントだけじゃなくて、花火を投げてください、俺に。じゃないと俺も生活できないんで、マジで。うん、生活できないよ、ほんと。ねえ、イベントに参加しないはいいけど、生活できるかが心配だよ、ほんと。あ、ゴカーズアス。ゴルフクラブ、ゴカーズアス。ありがとう。誰？ゴルフクラブ。あー、ザス、ゴルフクラブ。10個です。あ、ひらがなかった、ザス、ゴルフクラブ。はあ、いや、稼いでないよ、9月。結局、競馬とか全部なくなっちゃったじゃん。だって、税金と競馬でさ、多分150万ぐらいなくなったんじゃない？だから、ナイスの全部使っちゃったよ、もう。9月は、だって、税金、ね、税金もね、払うし、で、あと、ね、競馬で100万ぐらい負けたじゃん。1ヶ月で。だ結局、ナイスなんか全部そこで使っちゃったんだよ、俺。もう。ナイス、ナイス言うけど。そうだ、ほんと生活できないんで、どうしよう、これ。アイテム、これ、イベント出なかった。イベント出た方がいいじゃん。今回。ねえ。イベント出た方がいいのかな、これ。うん、少しまだ迷ってんだよね。イベント出るか出ないか。うん、いや、アルバイトしたいよ。俺って働きたいよ。働きたいけど、もうなんでこれ、何度聞いた？ねえ、そうやってさ、君たちも再放送にさせないで。働けよとかさ、毎回言ってさ、俺の会社はいつもこうじゃん。中卒、ね、傍、職歴なし、で、働けねえだろって返すだろ？なあ。ほんと再放送にしないで、同じコメント書いて毎日。俺が再放送じゃなくて、コメントが再放送だから、同じことしか言わないんだよ、俺も。今年いっぱいギャンブルやめてみたら無理じゃん。いや、やめようと思ってんですよ。だから競馬負けた時二度とやらないと思ってるもん。二度とやらないって言って。で、次の日とかになったら、来週の重賞とか見てるんだよ。
でスネ夫さんの地方競馬にね乗ったりしてね、2万とか1万とか、あんなにやめようと思ってんの。あ、ゴルフ行くからと。ねえ、働きちゃえ、俺だって働きたいです。だけど働けないんですもん。この年になって職歴もないし、みんなが支えたいね、アイテムで支えてもらうしかないんです。だからイベントを出て支えてもらおうかなと思ったんですけど、なんか今回のイベはこの枠と背景しかもらえないんですよ。うん。むしろ参加していいのかなと思っちゃって、逆にみんなにね、アイテム投げる人は参加していいって言ってくれんの、これ。ね。このイベントに爆投げするっていう人、います今。あ、イベント分投げちゃうだぜ。大花火です、誰？あ、ありがとうございます。お久しぶりです。平川方、お久しぶりです。そう、でも一応イベントは、後半も下旬もあるから、そっち出ようかなと思って。ものづくりイベントだったから、そっちの方がマシじゃない？ものづくりの方が。この枠より。だってこれだよ、だって。これやる価値ある？これ。